どこから来ますか？あ、群馬県です。祖父の地元です。あ、でもやっぱちっちゃい頃イニシャル D 見て育って、でお父さんも、あの、当時乗ってたんで、それで影響があって乗りたいなと思って。これがサイドブレーキっす。リアキャリパーが2個ついてるんですよ。でも分かんないっすかね。ここに1個と純正1、ここに1個ついてて、要は足のブレーキは純正で残してサイドブレーキだけ追加してます。13インチの渡辺ホイールです。ほぼほぼ家でやってるんで、はい、自分たちでやってるんであんまりお金はかかってないと思います。大体どのくらい？大体、50万円ぐらいじゃないですかね。ああ、これはあの86の乗ってるチームの人のステッカー貼らせてもらって、このバーとかは全部自分で塗りました。じゃあ車検の時は何？全部戻します。車高を上げてホイール純正に戻せばとりあえず通ります。じゃあ2年ごと1回やれます。そうです、そうです、そうです。予備の部品あるんで、まあ交換するだけなんで。今何歳ですか？今25になります。いっぱい色変えました。最初白黒パンダ で白にして、はい、で次黒にしたんですよ。あ、ありました。これ買った時で、お、買ったことに、でこれ次ここのパーキングですね、はい、大黒で撮った写真 で次黒く塗ったんですよ。黒はすごくかっこいい、はい、これは黒になる前もちょっとボロい時の写真で黒、はいはい、でフェンダー作ってすごい車高下げて乗ってたんですよね、はい、でちょっと車高上げたいなって言うんで白くした感じです。白は一番人気ですか？黒エアコンついてないんで、はい、あの暑くて乗れない。はい、ありがとうございます、はいはい。发现一个小面包车，还是用的藤原拓海86的配色。它轮毂也是特别的，高龄者的标志，可能是一个高龄者开的，或者就是贴着玩的。哪个是传动轴？那个黑的那个。等于是后置四驱对吧？对。它发动机放这儿也不能拉货了吧？估计。全套的配件都是特别为出来浪的，它怎么可能就拉货？
僕のは、US 仕様の86で年式が1986年式、昭和61年式ですね。でグレードが GT APEX で、前のオーナーさんが変えてくれたみたいで、僕が買った時はもうこの仕様のものになってましたね。で一応外見は本当に US 仕様なんですけど、外見だけしか変わってなくて、中身はもともと日本の86をベースに外見だけ、US 仕様に変えたものになりますね。エンジンもノーマルで基本全然何もやってないんでまあちょっとキャブにはしたいかなって個人的には思うんですけど、まあドノーマルの 4AG4AG、なんで86が好きですか？お父さんがやっぱり、お父さんが乗ってて昔で、これじゃなくて黒銀、色が違うんですけど、それに、最終型なんですけど1987年式のやつを乗ってて、本当はその仕様を作ろうと思ってて、でも結局そのいい答えが出てこなかったんで、もう諦めて仕方なくですけど、まあこの仕様がたまたま状態がすごく良かったので、で、はい、これでもう決めちゃいました。はい。原因はイニシャル D じゃなくて、そうですね、イニシャル D もちょっとあるんですけど、やっぱり土屋健一さんとかの動画ビデオオプションとかですかね、やっぱりいろいろグッズもあるんですけど、もうそこら辺のやっぱ動画見てちょっと育ったかなってじゃあありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。どうもありがとうございました。買ったのは230万ぐらいなんですけど、やっぱりそれ以上高いものも結構ありますし、これエアクリーナーとか全部割れてて取っ払っちゃったんですよ。なんもこれストッキングです。職場の女の人にわざわざもらったんですけど、自分で改造したところ、まあステアリングだシートだっていうのは変えましたし、あとは後ろの内装を全部剥がして、エアコンないんだから。そう、エアコンないんですよ、うち。だからどうしても暑くて、まあ家庭用の扇風機ですけどね、もうこのまま直置きで。じゃあ扇風機って暑いですか？暑いっす、結構暑いっす。なんでエアコンつけてない？軽くしたかったから、もう外しちゃったんですよ。変えたところといえば、トランクが全部 FRP っていう軽い素材になってるんで、だいぶここは軽くなります。というよりは、まあパワーよりは全然軽さの方が僕結構大事にしてるんで、こう前乗ってたのが BMW なんですよ、はい、だからそれをまあ左ハンドルのマニュアルが乗りたいっていう理由で乗ってたんですけど、飽きちゃって、でじゃあ次の車何にしようかっていう話だったんですけど、まあ父親といろいろ相談して、お互いの趣味になるような車ってことで、まあ父親も前乗ってたっていうことで、でちょうど安かったんですよ。ネットで探してちょうど一番安かったのかな、それが理由ですね、大きな理由は。あ、このマフラーは買った時からついてるんですけど、結構踏み込んでいくとなかなかうるさいんですけど、これでも車検が通るんで、これ車検も大丈夫です。そう、大丈夫なんですけど、ただ一体どこのメーカーのもんなのかがよく分かんなくて、見てみるとやっぱ手作りっぽいんですよね。どっかが出してる
製品とかではないんですよね。もともとバイク用かなんかだと思うんですけど。86みんなここで集まって、8月の6、日にちが、日にちが8月6日で、で、86、21時で閉鎖です。閉鎖なんで。お、何時閉鎖ですか？21時。じゃあ後でどこ行くんですか？今のところちょっと、軽く集まろうかなとは思ってるんですけど、ちょっと YouTube で上げるのはまずいかな。SX マフラー、はい、マフラーは、ラインハルト、フロントパイプが HPI のデュアル缶で、はい、その次触媒が DMAX でラインハルトです。後期のクリアテールです。ウィングは純正です。後ろのタイヤが、265の18インチ、前は 9.5 の、235、中は、ドンガラで、15純正シート、中期純正シートで、これがニスモ、ニスモで DND のシフトノブ、スピンターンノブ、ハンドルはこれミツルパワーから出てる、このステアリングを使ってます、はい、感じで、はい、最低で最強に、決めろと。この車はいつ買ったんですか？この車は1ヶ月半前ぐらい。いくらですか、この車？日本では、日本だと270万です。高いですね。高いですね。あ、自分は2台目で、はい、1台目は白色の 180 乗ってたんですよ、これ、はい、一緒の、2台目もこれにするかと言って2台目買いました。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません。